雪化粧をした、ノイ・シュバンシュタイン城マリエン教から見た、ノイ・シュバンシュタイン城。この方角からの眺めが、最も美しいとされる。ノイ・シュバンシュタイン城は、ドイツ連邦共和国南部の、バイエルン州バイエルンシュバーベン地方オストアルゴイ群、シュバンガウ町方園シュバンガウ地区にある城である。ノイ・シュバンシュタイン城とも表記される。ルートビヒ2世ノイ・シュバンシュタイン城周囲の風景。 左下に、円シュバンガウ城。バイエルン王ルートビヒ2世によって19世紀に建築された。オーストリア国境に近いオストアルゴイーグンフィュッセンの東南東方向に位置し、近隣にはルートビヒ2世が幼少時代を過ごし、彼の父親が所有していた、シュバンガウ城がある。ノイシュバンシュタインという名は、現在、円シュバンガウ城のある地にかつてあった。 シュバンシュタイン城にちなみ、1886年になって付けられたのであり、建設当時は、方円シュバンガウシンシロと呼ばれていた。古きドイツの騎士城の真の姿というルートィヒ二世のコンセプトのもと、ロマネスク様式や後期ゴシック様式などの歴史主義、折衷主義に基づいて建設された。 1869年から1886年、1890年から1892年にかけて当時の最新技術を駆使して建設されたレンガ造りの城である。歴史ある中世の古城ではなく近代の城間であるため、世界遺産には登録されないと思われてきたが、2015年にリンダーホーフ城やヘレン・キーム税城とともにユネスコの世界遺産暫定リストに登録され、 本心性を待っている。現在はロマンティック街道の終点として人気の観光スポットとなっており、内部を見学することができる。ルートビヒ2世は中世騎士道への憧れを強く抱いた人物でワーグナーを庇護し、彼の創作する学劇の世界に酔いしれた、いわゆるワグネリアンであった。膨大な額の援助を彼に施し、彼の学劇を私たちの作品と呼んだが、 見解な性格のワーグナーは、たとえ有力なパトロンであり、国王であったとしても、作品に溶解することを許さなかった。一方、バルトブルク城やベルサイユ宮殿を目にした、ルートビヒ二世は、私自身の作品として、自分の中世への憧れを具現化するロマンティックな城を作ろうと決意する。このため城全体のグランドデザインを行うよう、 指名されたのは建築家でも技術者でもなく、宮廷劇場の物体装置、舞台美術を担当していた画家のクリスチャン・ヤンクであった。建設作業は1869年9月5日に開始され、1886年には施設内に人間が居住できる程度には完成した。これ以後、ルートビヒ2世は首都ミューン編に戻らず、この城に住まうようになる。 ルートビヒ2世はこの城の他にも、リンダーホーフ城、ヘレン・キーム勢城の建設をはじめ、さらにはノイ・シュバンシュタインよりも、高い岩山の上にさらに壮大なファルケンシュタイン城を建設する計画を立てており、その上オリエント風の宮殿も建設したいと考えていた。これらの建設費用は、プロイセン王国によるドイツ統一を支持した見返りとして、 ビスマルクから送られた年金などを中心に、ほぼ王室費から支出され、バイエルン政府の国庫とは別会計ではあったものの、王室交際などを乱発して、借金を積み重ねた。プロイセンに対し広島戦争の損害賠償を、未だ抱えていたバイエルン政府はこれに、危機感を募らせ、最終的に、首相ルッツラは、ルート美ヒ二世を形ばかりの精神病鑑定にかけ、統治不能として、 ベルク城に軟禁した。その翌日、王は主治医としたルンベルク湖畔を散歩中に謎の死を遂げた。王がノイ・シュバンシュタイン城に居住した期間はわずかに172日間であった。ルートビヒ2世が亡くなった1886年6月13日の時点でノイ・シュバンシュタイン城は王の構想の一部を実現したに過ぎず未完成部分を多く残していたが、 建設工事はこの時点で中止された。その後1886年8月1日から城の内部は観光施設として有料で一般公開された。また、城の名前も正式にノイシュバンシュタイン城と定められ、1886年8月5日、図形発行の最初のガイドブックで明記された。摂生校、ルイトポルト・フォンバイエルンから依頼を受け、建築家、 ユリウス・ホフマンは1890年から1892年まで最低限の工事を続行し、婦人館と四角塔を完成させたが、戦闘などの外部装飾や室内装飾は最低限のものにとどめた。首都と礼拝堂の建設は見送られた。空から見たノイシュバンシュタイン上場の建設には近代的な技術が用いられ、基礎部分はコンクリートで固められ、外壁は レンガの上に白い石灰石を被せている。城の本館が建設された1879年、1880年に、費やされた建材の統計は、以下の通りである。1、砂3600立方メートルに、砂岩4550トン、ナーティン33、レンガ40万枚4、セメント600トンを、大理石465トン、ザルツブルク36、 石灰石50トン、シュバンガウのアルターシュローファン畜産玉座の間の下は鉄骨で支えられ、一部の部屋では鉄柱が支えとして設置されす上壁の石灰石板は風雨に弱く定期的な補修工事を必要としている。この城は軍事拠点としての要塞としてではなく、また政治や外交の拠点としての宮殿として建設されたものでもなく、玉座を後回しにしても、 ビーナスの洞窟と名付けられた人工の洞窟が建設されるなど、ルートビヒ2世のロマンティック趣味のためだけに建設された城である。見学ツアーチケット売り場場は一般に公開されており、4から9月の春夏は9から18時、10から3月の秋冬は10から16時の間見学が可能だが、木内の見学はツアーへの参加が必須となっており、麓の放園手番がうにある。 チケット売り場で事前にツアーのチケットを購入する必要がある。城ではツアーチケットは販売されていない。方園主番側の町まではドイツ鉄道オフィス線駅前からバスが運行されている。麓から城までは坂道を徒歩で上がるか、チケット売り場の先にあるバス停からマリエン郷近くまで運行されているバス、もしくはバス停近くから出発する馬車を利用し、 終点から城までを徒歩とするかのいずれかとなる。なお、ペラート峡谷にかかるマリエン峡から見るのが最も美しいとされている。1955年に開園したカリフォルニアアナハイムの初代ディズニーランドの眠れる森の美女の城のモデルでディズニーランド公式サイトでもノイシュバンシュタイン城にインスパイアされた城と明記されている。ありがとうございます。